皆さん、こんにちは、こんばんは、そしておはようございます。荒木ゆりです。さあ、今回のお取り寄せクラブは徳島県の美味しいものを集めました。こちらです。はい、ミマからフランク。あ、ラップ取ってなかったですね温めてるんですよ、しっかり食べるようになってます。ミマからフランク、とてもいい香りしてます。そして泡愛茶、そしてこちらは金鳥まんじゅうということで、はい、美味しいお肉にお茶にスイーツにと集まりました。今日は美味しくいただきます。ではまずミマからフランクいきましょうか。激辛の薬味が入ってるという、なのにそんなに辛すぎないんだよっていう不思議なプレゼンだったんですよ気になるのでいただいちゃいましょう。いただきます。出ました、大きすぎた一口ですうーん、噛めば噛むほど後からピリッとくるんですけど、どんどん食べたくなる、いい辛みですね。そしてお肉がね、すごく美味しい。めちゃくちゃ魅力的な名前なんですよね。アワビトンというね、美味しいブランドのお肉、みんなでね焼いて食べればバーベキュー気分じゃないですか。まだ食べちゃっていいですかうん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 、ちょっと小ぶりにいくんですね2回続けたら怒られるかなって思いましたさあ、お腹を満たした後はお茶に行きましょう。じゃーん、こちら泡愛茶ということで、徳島県って愛の生産量が日本一ということを今日初めて知った私ですが、お茶は青くありませんでした早速いただいちゃいましょう。うん、飲みやすい。本当愛が入ってるって言われなきゃわからないくらい、えぐみとか苦みとかもないですね。ほっと一息できる。荒木さん何派ですか？コーヒー、お茶、うん、なんか紅茶。紅茶ですね。あ、紅茶。はい、コーヒー苦いのダメなんですよ。あ、そうなんですか。だからコーヒー系飲むならカフェラテとか。そうすると糖分取りすぎるんですよで、あの紅茶だとお店で飲まなかったら自分でね、あの2回3回って出せちゃうじゃないですか、ティーバッグ飲みすぎるんですよねなので、はい、ノンカフェインありがたいそして最後は金鳥まんじゅうです。こちら可愛いタヌキの絵柄が描いております。これは阿波の民話、阿波たぬき合戦にちなんで名付けられたということで、じゃん、なんとなんとチョコレート生地なんですよ、皮が。面白いですよね。いただきます。うん、これ本番でいただいて竹本さんにコメント取られちゃったんですけど言いますね、ここではこのおまんじゅう、まずおしっとりとした食感が最高に美味しいです。そしてね、あんがたっぷり詰まってるんですけど、このあんが甘すぎないんですよ。この皮のチョコレートのほろ苦い感じ、いい香りが最後に出てくる、和菓子だけどちょっと洋菓子感もある、うん、美味しい。はい、恒例の徳島の思い出、あの各地の県の思い出を。そうですね、私香川県に住んでたんで、お隣なんですよ徳島。渦潮見ました。渦潮生で見たことあります？え、あれめちゃくちゃ感動します。あれどう落ちたらやばいですよね。いやいや絶対落ちないでください、やめてあの四国88カ所霊場、お遍路を車でなんですけど回ったことがあって。全部回ったんですか？88カ所は回りました。あ、すごい。車でもいいんですね。なんかイメージ的に歩いてなのかと思ってました。そう、それも結構多分
昔だとお遍路さんは全部歩いて回るが基本だったんですけど、今だとその車で回るももう手の一つとして、じゃああれですね、秩父も行けちゃいますね。え、そうなんですよ。秩父もあるから。そう、ありますよね、県内もね。巡りたいです。またあの、ね、この間富士山登ろう。あ、そう、やばい。あのこのね、あのオンエア後にちょっと満たされて気分良くなってどんどんあやりたいですねとか言ってこれどこまで大丈夫なのかなって動画出しちゃってますから、ね、動画出しちゃって。でも富士山登るっていうのは、そう、でも富士山登るはスタッフも入ってましたからやるときは共に戦いましょう。じゃあそれの補正で秩父の、はい、巡るっていうのも、うん、いいですよね。あ、そうですね、はい、今ね、カメラマンしてるスタッフは一切加わってこなかったですけど含まれてますからね。いや、もう聞いてるだけでいいかなでは、この動画いつもね、そう、どんな気持ちで見てくださってるかわからないんですけども、いいねと思ってくださった方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。また次回もどうぞお楽しみに。